うわずっと助けてって言ってる。うわいやすっごいぞ。変な人みたいな。やっぱりここにいるべき人ではないと。ねえねえ助けてって言ってんだけど。はい、はい、ということで始まりました、うん、始まった。おかすいのお時間ですけれどもね、なんかめっちゃ明るいぞ。そうそう眩しいよ、うん、眩しいね、うん、俺こういう目してるのってなかなかないよ、うん、例によって例のごとく聞かされてないと思うんですけれども、はい、おかすいドライブを、はい、しようと思います。にしても明るいですね。初めてですよね、昼からオープニングスタートだからね。とんでもないとこ連れてかされる。そうだ、俺すごい怖いのよ、ね、もうだって今14時よ。そうそうそう、はい、結構遠いんで、ちょっと昼からまあちょっと明るいところでね、読売ランドっていうところからスタートして行きませんよ。あ、行かない？行かないです。いや、いいんじゃない、そのジェットコースターにそうそうお札があるっつってさ、USJ みたいなことやるの。そう、無理があるし。あれ、 あれ意外と伸びてるから今な。そうだよ、だからあれでいいんじゃない。何行かない、後々の評価になってくるわけ。行かない、これも2年後ぐらい伸びる可能性がある。プライベートで行けっつう。いや、わかんない、2年後いや、地道にこう頑張ってるのもありますから。長い長い。それでは早速参りましょう。ペロリンキャ。今回はどんな恐怖がおかすいメンバーを襲うのか。俺たちはワールドワイドに活動していく。後々はそうでしょ、だって海外に行きたいってことでしょ。世界にも行くしね、うん、世界のあのわんさかわんさか物が飛び交うみたいな映像が本当なのかどうかって行きたい、ね、実際にね、海外に行ってみて、うん、そんな体験できたらすごいけど。まずは韓国のあの病院から行きたいな。一番最初はそこ。そうだって、それ結構すごい有名なところでしょ。有名だよ、映画にもなってるしね。はははははは。こっから長いよね、多分、うん、向こうに着く頃にはもう暗くなってますみたいなこと言ってたでしょ、さっきの言ってたでしょ。どんだけのところに連れてくるんだよ。まだまだ日は沈まないよ、これ。いや、そうよ。だいぶ走ってるよ。もうこれちょっとさ、もうさ帰れないんじゃない。マジでどこまで行かす気なのこれ。本当に疲れた。もう着きます、もう着きます。もう着きますで、どんだけ来てんのよこれ。でも、茨城県に入ったことだけはもう確認したのね。茨城まで来てんだよね。茨城入ってから結構だよね。いや、そうなんだ。そうよ。茨城ついてからもなかなか走ってる。これ皆さんに俺ね、これ伝えたいんだよ。この何を、どこに行くか分からずに目的地を、うん、ね、分かんないわけじゃん、うん、で心霊スポットに向かってるってことだけしか分かんない状態で車を走らせる恐怖ね、うん、あ、ゴールの旗が見えた。そうでしょ、上に上がるぞ。うぞ。うわ、何このまま真っ直ぐ。うわ、なに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 、急に怖。ちょっと待ってよ。何あれ。やばい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 。何ここ。え、何ここ。え、村。わかんねえ。こっちもあるし。急に。え、何何何何。うわ。なんか、なんか、どこに落としてるの。の、木小屋的なもん。これもうしばらく人通ってなさそうだな。そうだね。うわ、なんだなんだ。うわ、こちらで止まってください。びっくりした。うわ、急に来るじゃん。うわうわ、トンネル。ロケ地はこちらになります。怖え。行き、ここ。これはつい先日の話なのですが、男友達の3人で肝試しをしに
車で突き寄るトンネルに行きました。トンネルの前に車を止め、歩いてトンネルの中を散策することにしました。想定していたよりもトンネルの中は暗く、スマホのライトでは1メートル先も照らせないほどでした。しばらく歩き続けていると、運転手の友達が、車の中にライトがあるかもしれないと言って車に戻っていきました。しばらく経ち、その友達がこちらに戻ってきました。すると友達が妙なことを言い出すのです。あれ？車に誰か一緒についてこなかった？僕たちは三人でこの場所を訪れており、二人ともトンネルの中で待っていたので、誰もついて行っていません。不意に怖いことを言い出したので、すぐさま帰ることになりました。七人乗りの車に乗ってきていたのですが、後部座席に乗っていた僕は、後ろの席からとても気配を感じていて、気が気ではありませんでした。帰り、運転手の友達が10分ほど車を走らせていると、これ、月折れトンネルに戻ってるわ。間違いなく自宅にカーナビをセットしたにもかかわらず、月折れトンネルに戻るという怪奇現象もありました。それもそのはず、後ろの席で女の人の声で、月折れトンネルに返して、と言ってきたのです。もしかしたら、あそこに成仏できてない女性の霊がいたのかもしれません。掃除、お願いします。ここで、地球の話に来て、うん、で、中に入ってって、うん、ライトを取りに行くわって、戻って、うん、戻って、で、トンネルの中に戻ってきたときに、うん、え、誰がついてきてなかったって言ったんだよね。うん、で、怖くなって。で、逃げようって逃げて、うん、で、帰ってたら、カーナビセット接続にセットしてたら、月折れトンネルの方に戻ってきてるって思ったよね。戻ってきてるってことでしょ。で、後ろの席から、月折れトンネルに返してって声が聞こえたってことでしょ。なるほどね。それでは、行きましょうか。はい、行く。はい。はい、改めまして、はい、こちらが旧月折れトンネルという場所になります。はい、この下に新しくできた月折れトンネルが通っていて、もう今はここ車で通行ができないんですけれども、はい、かつて車が通行できていた時に後ろに何かが乗っているような気配を感じるだったりとか、で依頼者の方にもありましたけども、女性の霊の噂があるのではないかということで掃除をしていきましょう。なるほど、はい、はい、じゃあその女性の霊が現れたら、まあその依頼者の言ってることがもう立証されたと、うん、そうだね、いうことですね、うん、はい、やってみましょうか。はい、はい、いや長いぞこれ。おそらく過去一番長いトンネルになる。はい、あらら、わちょっと待って、これ何と思っちゃった。ああ、今まで見たことなくない？何これ？入り口の前にこれあるの？そうだね、これ橋かな？何の橋だろう？これも使われてないでしょ、絶対、うん、使われてなさそうな感じはするけど。トンネルの前には、今は使われなくなりボロボロの状態で残っている橋があった。そしてそのすぐ下に本日の掃除場所である旧月折れトンネルが待ち構えていた。果たして噂の真相は。いや声はするよね、うん、なんかぽいのはね、確かに、うん、そうだよなみたいな、なんかいろんな人が喋ってるみたいな声、叫んでないな。だからさ、あれと似てんの、旧月折の感じ。旧月折トンネルが過去に訪れた旧旧吹上トンネルと同じ雰囲気を感じたターチャイ。だとしたらこのトンネルは危険な場所という可能性が出てきた。ほらもうすごい脅しするじゃん。やばいわ。なんかこのそういろんな人が人と人を会話する。
見えないじゃん。見えない。奥がどこからしてんのか。だからその依頼者の人が言ってるみたいにさ、その耳元で後ろの席から突き飛んでに返してって声がはっきり、だそんだけはっきり言うってことははっきり聞こえたわけでしょ、うん、で、こんだけはっきり聞こえてるわけだから、まあ、間違いなく今までの声とか聞こえるっていうレベルじゃない声聞こえるかもしれないよね。右回りっていうのがありますか。両脇の、ね、そうね。ブツブツ言ってない。だからこれさ、まあ両車線の多分車と通行できたやつでしょ、多分ね。でさ、ここは歩道があるというか、こっちに、うん、白線が、白線があるから、でこんな狭いからさ、寄った時にライトも、ま、暗いからさ、ま、間違えて引いちゃってとかあるんじゃない。事故とかあったね。トンネル内に入ってからというもの、人が苦しむような声や快音が連発する旧月折れトンネル。このトンネルの心霊現象をより深く掃除するためにダーチャイから提案が。ここで、まあ、オカルトスイーパーズ恒例の一人検証してみようか。え、うん、一人検証、うん、オカルトスイーパーズ一人検証すれば必ず何かが起こるっていう。確かに、ね、あるふうに俺のお母さんも言ってたから。お母さん、俺のお母さんが特に言ってたから。特に言ってた。そう、一番近いから耳に入ってくる。そうそうそう。一人検証を行ってみて、多分何か起こるのかやってみようか。で俺たちはここで待機組はもう一言も喋らない。声をあれするために一言も喋らずに、ここの線から、ここの線からもう待ってます。ああ、奥に行くと一人で。じゃんけんの結果、ターチャイがトンネルから聞こえてくる悲鳴の真相を掃除しに行く。でこっちは一言も喋らない。絶対喋らないで、うん、行ってきます。ねえねえ、助けてって言ってんだけど。あれ、今声出しましたかね。タチャイさん、声出しました今。出してない。今、助けてって聞こえたんだけど、しか言ってない。言ってないです。マジで声聞こえました。いや、でも、すごいな。で俺ははっきり助けてって聞こえたよ。助けてって言ってたの。いや、声っぽいのは聞こえるけどさ、うん、助けてよ。ちゃんと助けては聞こえなかった。助けてってはっきり言ってたんだよ。誰かいますか？え、待って待って、動けない動けない。はっきり聞こえる、はっきり聞こえる。ずっと助けてって言ってる。うわ、待って、まずい。
今横から声聞こえたよね。真横から。え、真横から声聞こえたよ。え？いや、待って、声が後ろからになってる。めっちゃ声しなかった？これ何このシミ？このシミわかるかな？これ。うわ待ってまずい。横から声がしたといった場所、まさにそこが先ほど発見したものと同じシミが存在した場所だった。さっき俺ここを通った時に真横から声が聞こえて、そこにいますか？ここにいるんですか？ほんと近い。ここら辺だ、ここら辺だ。人がうつむいたようにも見える不気味なシミを発見したターチャイ。このシミはただのシミと片付けていいのだろうか。うわ待って、やばい、ほんとにやばい。すごい聞こえる。こんにちは、こんばんは。俺、ずっと向こうからさ、向こうに向かって歩いてたんだけど、俺、あるところを通り過ぎたところに、俺、真横から声聞こえたのよ。そう。で、気のせいかなと思ったんだけど、先進んだら後ろから声聞こえるの。でもそこだと思って、そこ戻ってみたら、そこだけね、変な、人みたいな白い模様になってるの。白？そう。そこで飾りかけたら、すっごいそこら辺の周りから声がうわーって聞こえ始めて、で一回ちょっとみんなで見に行こう。ずっと声が聞こえてたの。そこからって、多分そこだと思う。一応呼びかけてみたりしたんだけど、いやずっとなんかそういうなんか声はね、ずっと聞こえてくるんですよ。どの辺なんですか？本当に助けてって言ってるんだけど、本当に聞こえなかった。いや、なんて言ってるかまでは正直判別つかないんだけど、とりあえずでも叫んでるな。え、本当？え、結構助けてって結構聞こえるけど、言葉まで助けてまでは聞こえない。え、本当に？ほらね、何か、あ、これこれずっと聞こえてる、ほら。感じ違くない？遠くから来るじゃないの、ね、すぐ近いです。すごい近い。いや完全にここだって。ここも聞こえない。依頼の話で言ったらなんかその使命みたいな感じなのさ、なんかトンネルに戻してみたいな。いやそうなんだ。だからさ、自分で乗ってきて返してっていうのはなんかよくわからないよね。繋がらないもんね。なんか悲しくなってくるくらいわかる。そう、奥まで行ってみようか、とりあえず。
後ろが聞こえない？次は。あれ、そんなんかおる。最後、まああの、さっきの真ん中の場所で、まあそういう、なんかみんなが感じるものがあったから、俺はあそこじゃないかなってやっぱ睨んでるわけよ。そうね、その感じはちょっとあるかも。マイク、あそこにやっぱりマイク優しいから、ここはもうあなたはこの世にいない人なんですよっていうことをやっぱ伝えてあげてほしい。さっきの線のところで待ってるから真ん中だ、こんばんは。おかすいという YouTuber をやっております、そのメンバーのマイクと申します。いきなり来てあれなんですけど、お名前もわからないんですけど、あなたは多分そうですね、まあ、どういう気持ちでここにいるかわからないですけど、やっぱりここにいるべき人ではないと思うので、多分ご家族とかいらっしゃって、そういう人たちとやっぱ一緒にいた方が寂しいじゃないですけど、寂しい気持ちとかやっぱなくなると思うんで、僕のからの気持ちは以上です。なんか怖さがあんまなくなったの、本当にあんまり寒くなくなった、あんまり音が声が聞こえなくなったかもしれない。そうか、でも寒くない。そうかもね、あんま怖さがなくなったよ、けどマジで本当に声あんだけしてたのに今全然聞こえないの。そう、今全く聞こえないよ。その例の人に会ったら目を合わせちゃいけないとか喋りかけちゃいけないっていう、あのとかよく言うじゃん。言うね。意地悪するつもりがないのに、お前意地悪なやつだろって言われたら嫌な気持ちになるのと一緒で、悪いことはしようとしてる例って少ないと思うんだよ。だから俺はこういうところにいて、いてね、なんか助けを求めてる例がいたら、もう人間だって一緒よ、その大丈夫ですか、あなたはもうあれなんですよって語りかけたいっていうのは、オカルトスイマーズのその方針としてやっていきたいと思う。誰もが悪い人じゃないし、ね、そうね、はい、はい、ということで、旧月折れトンネルやってまいりましたけども、はい、まあ、ここで依頼者の方が言っていたあの女性の霊が乗ってきて、あの月折れトンネル返してくれっていう、まあ、確かに女性の霊の声がすごいしたと。すごいしたね、本当に。で、あの1個のポイントのところで、まあ、あの声がたくさん聞こえるということで、もう間違いないんじゃないかなと思います。そこでしっかりと眉が風にかけて、声が本当に今しなくなったということで、ね、まあ、ここに女性の霊はいたんだと思います。はい、以上、おかすいでした。